はい、こんにちは、116インズです。全然実感なかったんですが、来週からオリンピックの野球が始まるんですね。来週水曜日7月28日の日本対ドミニカ共和国の試合から競技が始まるようですが、コロナで正直それどころじゃない雰囲気ですし、またオリンピックそのものも運営のごたごたもあって、少なくとも国民から広く歓迎されているとは言い難いムードではありますよね。ただそうは言っても、2008年以来久々のオリンピックでの野球、国際大会という意味でも2年前のプレミア12以来ということで、普段なかなか見ることができない海外の選手たちのプレーを見る貴重なチャンスでもありますし、オリンピックの開催是非はともかくとして、そのチャンスは個人的には生かしておきたいかなと思っています。で、今回のオリンピックですが、 MLB の40人枠に入っている選手たちは出場できない点は残念ではありますが、逆にその恩恵といいましょうか、少し前のオールスター常連クラスの選手やこれからの活躍に期待がかかるプロスペクトたちがそれなりに出場するようですので、今回は個人的にプレーを見るのを楽しみにしている6人の選手を挙げていこうかなと思っております。はい、まず1人目、ドミニカ共和国のフリオ・ロドリゲスですね。当チャンネルでは何回も登場していますが、マリナーズが誇るトッププロスペクトのあのフリオ・ロドリゲスです。正直出落ちで申し訳ないですが、彼を見るのが一番何よりも楽しみですし、フリオかフリオ以外かみたいなところも私の中ではあります。これはもう仕方ない。先日 AA に昇格したばかりの20歳の外野手ですが、球界でも屈指のプロスペクトとして注目されていまして、 MLB.com のプロスペクトランキングでは球界全体5位、潜在能力で言えば同じくマリナーズでプレーし、チームの未来を担うことを期待されているジェレッド・ケルニック以上のものを持っていると評価され、また野球を心から愛していることがよくわかるプレーの姿勢も次の世代のスーパースター候補として注目されるゆえんですね。バッティング特に潜在的なパワーが高く評価されており、今のところ AA でも成績からして特に苦しんでいる様子がないのは好材料ですね。オリンピック予選でも5試合で24打数11安打と大暴れしていました。早ければ来年のどこかのタイミングで MLB に上がってくるであろう逸材で、ドミニカ共和国打線の中軸を今回担うと思いますが、今彼のプレーを見られるのは本当に貴重なチャンスです。まだ MLB デビュー前のフリオを日本で見られる幸運を生かし、私もしっかり彼のプレー目に焼き付けておきたいなと思っております。2人目もドミニカ共和国、ホセ・バティスタですね。バティスタは2018年にフィリーズでプレーしたのを最後に MLB でのプレーが遠ざかっていますが、40歳という年齢も考えるとプレーを見る機会ももうそんなに多くはないでしょう。バティスタといえば29歳にしてブルージェイズで大ブレイクし、一気に MLB 屈指のスラッガーに駆け上がったイメージが強いですが、2010年の本格的なブレイク以降、わずか9年間でホームランは実に285本を数えました。バティスタのブレイクとともにブルージェイズもコンテンダーへと上っていった、まさにチームの中心選手でしたね。バティスタが主力として活躍していた頃のブルージェイズはエンカーナッシオン、さらに途中からドナルドソンも加入して、中軸の破壊力が凄まじかったですよね。ここぞの場面での一発も多く、特にパッと頭に浮かぶのが2015年の ALDS 第5戦、同点の7回に放った勝ち越しスリーランですね。これはすごく記憶に残っていますし、同意される方も多いんじゃないかと。あれでブルージェイズの ALCS 進出が決定的になったという点でもそうですが、何より打った瞬間のバティスタがかっこよすぎる。見たことないよという方は概要欄に動画貼っておきますので、そちらをご覧いただければと思いますが、あれ以上絵になるバットフリップありますか？まああれのせいで翌年オドアにぶん殴られるということもありましたが、予選でも1本ホームラン出ているようですので、本戦でもぜひいい場面で一発打ってもらって、あの ALDS バリのバットフリップを見せてほしいですね。3人目はイスラエル代表のイアン・キンズラー。2019年にパドレスでプレーして以降 MLB でのプレーはありません。キンズラーは2017年の WBC ではアメリカ代表として出場し世界一となりましたが、実は父親がユダヤ系だそうで、昨年3月にイスラエルの市民権を取得して今回代表入りが叶いました。キンズラーといえばレンジャーズ、それからタイガース時代攻守にバランスの取れたセカンドとして活躍し、通算のウィンザボールリプレイスメントは 54.1。 マリナーズファンとしては特にレンジャーズ時代のキンズラーには随分とやられた印象があります。2010年2011年と2年続けてワールドシリーズに駒を進めたレンジャーズの中心選手で、個人的には通算1999安打で現役生活を終えたのもなぜか印象に残っています。あと1本打てば2000本なのにと思いましたが、椎間板ヘルニアを理由にプレーを断念したそうですね。その後パドレスのフロント職に就いたキンズラーでしたが、オリンピックのために現役復帰し、今年は独立リーグで5試合ではありますが16打数6安打とまだまだやれることを証明しています。イスラエルがチームスポーツでオリンピックに参加するのは1976年のモントリオール大会でのサッカー以来だそうですが、そんなチームの中でおそらく一番実績のあるキンズラー。
2017年の WBC でベスト8に入り世界を驚かせたイスラエル代表は、キンズラーと共に我々を再び驚かせてくれるのでしょうか。4人目はメキシコ代表のエイドリアン・ゴンザレス。2018年にメッツでプレーして以降 MLB でのプレーはありません。ゴンザレスは国際大会の常連、メキシコ代表の常連で、実際ここまでの WBC4 大会全てに出場していますが、さすがにこれが最後の国際大会となりそうです。パドレス時代、今よりも広いペトコパークを本拠地としながら、2006年から2010年までの5年間でホームランを165本放ちまして、あの当時のパドレスは他のチームメイトたちがせいぜい10本、多くても20本台程度の中で、ゴンザレスが1人40本とか放ってて、本当わけわからなかったですね。どんなパワーしているんだと今でも思ってしまいますが、ただペトコパークで30本40本打てるパワーと実績がありながらも、その後プレーしたレッドソックス、ドジャース、メッツでは一度もシーズン30本を超えなかったというのもまた不思議。サンディエゴを出てからホームランはものすごく多いわけではありませんでしたが、チャンスに非常に強く、打点はしっかり稼いでいましたので、当時ファンタジーベースボールで結構使っていたのも個人的には懐かしいです。今季オリンピック代表入りを目指してメキシカンリーグでプレーし、全体的に打者に有利な傾向があるリーグとはいえ、43試合で打率3割4分、 OPS は9割4分3厘。ゴンザレスのメキシカンリーグでの様子は映像では終えていませんが、いい状態でオリンピックを迎えることができそうですし、かつてのパワーが発揮される場面を大会中ぜひ見たいですね。5人目はアメリカ代表のトリストン・カサス。現在レッドソックス傘下 AA に所属している21歳のファーストの選手です。カサスは今大会おそらく最初に出てきたフリオ・ロドリゲスに次ぐトッププロスペクトでして、MLB.com のランキングでは現在30位、身長が2メートル近くあるという非常に長身の選手で、その大きな体に秘めたパワーが一番のツールと目されていて、今のところそれが試合でフルに発揮されているとまでは言えませんが、2019年にはシングル A とハイ A120 試合でホームラン20本。今季は AA46 試合でホームランはまだ6本ですが、年齢の割に打撃成績自体は悪くないと思います。カサスは国際大会の経験も豊富で、15歳以下、それから18歳以下のアメリカ代表にそれぞれ選ばれておりまして、2017年のU18ワールドカップでは大会 MVP にも輝いています。国際大会での経験が今回のオリンピックという大舞台でも生きるといいですよね。このカサスも順調にいけば、おそらく来年のどこかのタイミングで MLB 昇格も十分考えられる選手ですので、今のうちにプレーをしっかり見ておきたいところですね。できれば大会中、彼の本来の持ち味であるパワー、豪快なホームランというところにも期待したいです。最後はこちらもアメリカ代表、スコット・カズミヤですね。カズミヤについては開幕前にカムバックに挑戦していることを当チャンネルでも取り上げましたが、あの後実際に5年ぶりの MLB 昇格を果たし、42枠は外されてしまいましたが、その結果アメリカ代表になるというなかなか珍しい1年をここまで送っています。カズミヤといえばレイズ、もっと言えば名前が変わる前のデビルレイズの左のエースとして活躍し、先発としては小柄な部類ながらも90マイル中盤の速球に切れ味鋭いスライダーで三振を量産していた姿が印象的ですね。その後怪我や不振などあって、一時は独立リーグでプレーするなんて時代もありましたが、投球スタイルを変えてカムバックを果たし、2014年のアスレチックスで再びオールスターにも選出されています。その後もまた怪我でなかなかまともに投げることすらできず、最後に MLB で登板した2016年から5年間空いて、今季37歳で MLB 復帰を果たした苦労人の左腕ですが、困難と思われた2度目のカムバックに成功し、さらにそこにオリンピックのメダルを添えるなんて展開もあるかもしれません。今季は MLB では最速で94マイルくらいと、怪我する前よりかは遅いようですが、もし先発するのであれば、これが MLB のオールスターに3度選出された先発左腕なんだと思えるピッチング見てみたいですね。ということで、個人的に楽しみにしている選手を挙げていきましたが、なんか気づいたら少し前のオールスタークラスの選手ばかり選んでしまいました。年齢面の衰えはあれど、もう見るチャンスが多くないと考えると、なんか自然と見たいと思ってしまいました。今回のオリンピック6カ国しか参加しないということで、やや寂しさは感じますし、こういった情勢もあってか、どこが勝つかなというワクワク感も少ないですが、今回挙げた選手たちの活躍には注目する感じで楽しもうかなと思っています。特にフリオ・ロドリゲスについては、気軽にプレーの映像を見られる数少ないチャンスなので、マリナーズファンとしてオリンピックでの活躍はしっかり見届けようと思います。今回は MLB ファンという立場から6人選びましたが、皆さんの注目選手についてもぜひぜひコメント欄で教えてください。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。普段は MLB に関する動画を上げていますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。